なかった。ないない、初めて初めて初めて、うん、そりゃ嫌でしょ。ご飯か向こうが合わせたくない。そうそうそう、いくらね、いくら私のせいじゃないにしてもそれは嫌でしょ。逆の立場だったらそうかな。どう思う、だってもしもそっか、うちの旦那がって別れて、うん、まあ、女と付き合い、そうね、そしたら別にわざわざ合わせようとは思わないでしょ、うん、どんな気持ちかな、それって。奥さん、どんな気持ちですか、奥さん。どうかな、だいたいさ、私は何なんだと思うわけよ、うん、お姉さんとかって言われてもんと思うし、なんて呼ばれてんの。あきさん。そうだよね、あきさんにしようよって決めたんだけど、かたはお父さんなわけじゃない。うん、友達になるんでちょっと年が離れすぎてるし、それはちょっとずずしいみたいな。お友達、私がずずしいよね。そういう、そういうもんね。お姉さんってさっき聞いた時もちょっといいけど、あら、結婚してないんだし、お姉さん、おばさん、あ、ひでちゃん、ね、でもそう、やっぱりおばちゃんって呼ばれるんですよ。そこら中の子におばちゃんって、しんくんのおばちゃんとかって言われる、うん、うわ、私は絶対嫌だ。でもそういう時は一応、しんくんのお母さんって言い返して、結婚はしないの。結婚、うん、結婚はしない、結婚はしないよ。結婚どう、幸せ。まあまあ、あと。まあまあ、まあまあ、うん。そっか。よく、うん、でも落ち着いたよね。そうだね。でもお母さんなっちゃうもんだね。なるもんだね。ね。うん。すごい意外、意外。意外？うん。何？私ってバリバリ働くと思った？そういうことでもまたなくて。何それ。